何これ、こういう、おじいちゃんに着きました。イエーイ、お菓子を買ってもらってて、なんかあの本当は300円だったんだけどね、なのになんかもっと買えて、もっと買ってきました。から違うよ、700円、500円のやばいよ、本当は300円なのに500円になってた。取っちゃダメだよ。はい、これから5分間でこれを仕上げます。スタート。100円くれるんだよね。すごい、すごい、おー、すげえ。もっと速くなるんやろな。ありがとう。ありがとう。いいえ。どうすんの、そんな体験。寝かして。寝かして。はい、見て。どうすんの、それ。え、福袋買えって言われた。バイバイ。じゃあね。また会おう。浜名湖ってさ、湾じゃなかった？海と繋がってた気がする。浜名湖って海と繋がってんの？確かそうだ、中海だと思う。中海は島根のやつでしょ、うん、あれは海と繋がってんだよ。浜名湖って繋がってた？繋がってたね、中海の近くのあの海中海の隣の宍道湖。あ、そうそう、うなぎいない？うなぎ2023年が始まって。
立った瞬間に飛んだんだ。ジャンプした。これからさ、小学5年生のさ、新しいコース始まるでしょ、うんうん、そうすると授業は週何回だと思う？週3回、もう嫌だ、嫌だ、そんなの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 嫌だ、そんなでもさ、この1年間で成績どう？成績なんか、上がった、なんか53とかが平均だった。でも、55ぐらい用意してくるまずね、2人ね、正式上がってきてんだけどね、算数はね、もうね、やり方分かってきた。2つ、計算問題、計算ミスがね、なくなれば確実に点数がグイッと上がるっていうのが1つ。もう1つがね、難しい問題とか解くときに図とかさ、表とかさ、そういうのをさ、自分で書くっていうこと。それができれば難しい問題も解きやすくなってくるのね。国語は最近どんな風にやってる？文章読解とか。新しくなんか買ってきた国語のなんかやるやつ。そう、文章読解をさ、1日1問やろうって言ってさ、問題集買ったよね、うん、そのさ、文章読解を解くときのさ、ルール一つ。あの書いたところの、どんなところを書いたのか線文章読解のさ、問題を解くときに根拠となる文章に線を引くっていう癖をつけようって。多分それができればね、いいんじゃないかなって。理科と社会はあれだよね。ノート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 で、めちゃくちゃ上がった。あのノートはね、お父さんが書いてくれてるの。自分も頑張ってたいノート。そうそう。じゃあ今年1年間また頑張るか。また頑張る。あと2年あるからさ、うん、あと2年あれば大丈夫、うん、志望校は、そういえばちょっといい。志望校ある？ある。どんな学校か教えて。じゃあ楽しそうだな。楽しそう。勉強ができた。素晴らしく。天竜川が伸びてる。伸びています。天竜川。富士山だよ。今日はね、でも綺麗。富士山の高さは3776メートルだけどさ、火星の山の高さ最高で15,000ぐらいだったんだよね。地球の山より宇宙の山の方が高いんだよ。近づけました。お台場フジテレビの、フジテレビ放送中の場所になる。これが放送中でやったお台場です。趣味が共通する彼とは何々が合う。馬が合う。すごい。何々を踏む覚悟で友達向けに。トラドを踏む覚悟。正解。誰が引っ越すなんて足元から言う。鳥が立つ。正解。これから初詣行くよ。うん。マックでもらったやつ。何？マックでもらったやつ。イエーイ。僕だけやだ。双子小学生ドンキーコング。でもこっちの方が仲良くない？なんでこっちの方が良くない？なんでこっち走るんだよ、遊びで。そうだ、入れたくない。入れたくない。どれが一番いいの、この中で。400円。どれが一番いい。父さん、これどれが一番いいの。真ん中がいいと思う、真ん中。じゃあさ、それただ説明書きがいろんな言葉で書いてあるだけだよ。いいねー。やって。あー、もう立てない。開いてまずあんたから。今日ダメだよ、全然ダメだよ、これ。どれ今日ってどういうこと。悪い。ダメ。小吉よりもダメ。吉とかよりもダメ。何が一番良かったの。ダメだよ。いいよし。
大吉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 どうなってんの。大吉悪い。そこの方を取った方が良かった。そこ、いや、そこ大吉だらけだよ。そこみんな取らないから。え、一番、下の方のやつ。つまりサフィックスあげるかもな。上がるかな、上げるかな。大吉出たから。え、運悪いこと起きる。これ、え、勉強、え、どうなるの。え、受験のぞみかな。もう一回レコ2回目なの。1年に1回しか行ってないもん。ちょっと見せて、お願いお願い、ちょっと見せて。ぐちゃぐちゃにしないで、ちょっと見せて。一生取ったおかげで寿司が少し上がったりする。夕日が沈んでいくね。結構太陽が山に一瞬で、なんか煙が見えるんだけど、ほら、なんか濃い。あと少しだ。ただ、はい、やばい、全然太陽の形がピリと。やばい、どんどんなくなっていく。富士山も見える、うっすらと。一品だけ。あ、やばい、やばい。誰か通ってった。おー、消えた。5色の絵の具だから、おとりでしょ。うん、なんと、あ、なんでそのとおり。理由はね、あ、あが離れてるから。そう、離れてるから一色プラス1みたいな感じで、だからそのとおりで、そのまま、掛け算して 5×4×3×3 は180。終了。ナイス。今はね、マンスリーじゃない組み上げテストをやるんだよ。7月の組み上げテスト以来だから5ヶ月ぶりなんで、うん、そしてね、最近ノートとかで成績が良くなってるから、しかも前57だから60いくかもしれない。今回の目標はまず算数はね、150点中120点、結構いくよ。そして、国語が、100点だ。そして、理科が90点、そして社会が、社会も90点、4科目合計は400。でもいきなり400って、いや、いけるかもしれない。算数が110点で、国語が100点、理科は80点で、社会も80点、4教科合計で370点。うん、それでもすごいと思うよ。うん、すごいけど、その点数でもクラスが増えるんだよね。5年生クラスが増えるから、アルファ1、うん、アルファ1に入ってる。今アルファなんだよ。アルファにはとりあえず入りたいね。アルファチームに。昔ね、バイオハザードっていうゲームがあったの、うん、あ、今もあるけど、うん、そこのね、チームがね、2チームあってね、アルファチームとね、ブラボーチームって。気持ち悪くて途中でやめた。はい、じゃあ終わったよ。ナイス。あのね、全員自信がないって言ってた。そう、全員クスノトメだ。じゃあ友達がないって言ってたね。ね、まずね、算数はね、100点ぐらいだね。100点ぐらいで、国語が多分90点。理科が70点。どの問題出たの？
なんかドライアイスの二酸化炭素の固体の名称を答えなさい。来て社会が多分80点90点クラスの地震 FE それぐらい。え下がってんじゃん。で算数は100点ぐらいで、国語は95点ぐらい。いや100点。なんか今までって予想を上回ったことってある？ある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 。あそれはあるよ、うん、算数の偏差値66はあるよ。あそっかそっか。理科と社会はちょっと落ちちゃって70、70、70。勉強してよかったって思うような問題出た。うん、なんか出たよ。社会に一番西の島出た。できるなんか忘れちゃった。勉強したことを出てきた。沖ノ鳥島とか南鳥島とか与那国島とか。やばい、水筒から漏れています。水筒から漏れて慣れた。お漏らしみたいになってる。違うよ。12月のじゃない、1月の9日の組み分けテストの結果が出ました。じゃあいつも通りどっちから見ていく？ドンキ。最初グー、次パイ。イエーイ。次ダフキだ。次ダフキだ。じゃあサム君、成績です。お待ちかねです。どうぞ。ちょっとまだ見てみよう。まだ見てみよう。せーの。出た。なんて点数なんだろう。なんて点数なの。算数150点。偏差値。150点。嘘。なんだよ。99点。どうも始まり偏差値59。順位1300。悪くないでしょ。うん、悪くない。なんかこれはね、もっと良い点数取りたかった気しないでもないけど。もうちょっと100点を超えたかったね。そして国語74点。偏差値47。順位4700位。以下57点。偏差値52。順位3100位。ナイス。そして一番自信があった社会51点。偏差値52。そして順位3200位。イエーイ。まずは4科目合計281点。偏差値54。順位2700。そして2科目合計が173点で偏差値が54。順位が2520。うん、お疲れ様だねこれ。終わったね。なんかさ、国語がさ文章読解最近力入れてたじゃん。にもかかわらずこの偏差値47っていうのはさ、平均点が80点で君の取った点数が74点なのね。結構わずかな点数の差でね、また偏差値が開くような構図になってんだよね。だから多分平均点にね多くの人数が寄ってるんだよ。そういうのってあんまりばらけてないかなっていうのがあると、あと理科と社会あれだね、どっちも偏差値52っつうのがさ、これまた平均点理科54点に対して57点、社会が48点に対して51点、どちらも3点差なんだよ。たった3点違うだけで偏差値が52っていう風な状態になってるからさ、これも結構中央に寄ってるんだなっていうのがある。あんまり差がつく問題じゃなかったのかな。あと問題は全体的に難しかったんじゃない、その友達から聞いた話によると。そうだね。じゃあ中身行こう。算数は四角一が全部パーフェクト。全部できてるね。うん、全部できてる。あ、よかったじゃん。36点中36点。でもさ、君がさ間違えてる問題後半の方ってさ、回答率がさ 10% とか 20% 4%。 もうそう、ものによっては 4% 3% っていうさ、結構難易度の高い問題があったね。もしかしたらさ、こういうめちゃくちゃ難しいさ、正答率の低い問題っていうのはさ、早めに見切りをつけてそれ以外のさ問題をさ確認する時間に回すっていうのも一つの手だったかもしれないね。そうだね、うん、そうするとさ、四角に2問間違えてるけどさ、正答率 40%50% の問題間違えてるじゃん、うん、
この2つが合ってるだけでさ10点プラスになるんだよね。そうすると99点が109点になるんだよ。それだけで今のこの偏差値がさ算数59なのがまあ60、61って上がってくるんだろうね。まあタラレバだからあんまり言ってもしょうがないんだけどね。そうだね。そうだね。漢字がやばすぎる。そして漢字空欄でも合ってる。まだ習う範囲じゃない問題を間違えて出しちゃったらしくてさ。間違えた？嘘だよ。そう聞いた。うん、訂正の知らせが出てた。友達ね、合ってる、本当は合ってるのにみんなはい合ってるからね、ずるいって言ってて。あ、そっか、そういう子もいるのかな、あれは。名前言っていい？いいわけないでしょ。何言ってんの？誰？あ、記述、すごい。お、おい？あれ、こんな取れてたっけ？記述が、めちゃくちゃ点数がいい。めちゃくちゃ頑張ってやったからね、これ。すごいね、なんかこれめちゃくちゃ頑張って書いたっていうのがなんか伝わってくるよ。理科は平均点が22点で28点だったから6点、ロゼット出たね、ロゼット。あ、うん、出た。ちょっとライアイスとか二酸化炭素気体の問題。四角2番気体の問題だね。ドライアイスかけてるじゃん。だけどさ、四角3番のさ、気候問題がさラッシュしてるね、バツバツラッシュだよね。バツバツラッシュ。食感シリコンアイランド。おー、出たね。うん、これシリコンロードと間違いないね。シリコンロードとシリコンアイランド、確かに似てる。あと、筑後川はよく漢字書けたね。うん、できるでしょ。ラムサール条約、前の部分書いてある、ね、ラムサール条約って結構出てるんだよ。おー、問題出るね。琉球ってさ、漢字やっぱり書ける人少ないんだね。うん、琉球ってこれ王で間違ってるんだよ、三水と。伊沢四郎子さ、忘れそうだった。うん、7番のところが。四角1の角6の1。あまりない。問題7番ってこと。え、何これ？え、つまり記号って何択だったのこれ？え、多分4択だった。4択で7番の回答率ってありえんの？あ、分かった。選びやすい、選びやすい罠みたいな選択肢が1個あったんだよ。ついこれを選んじゃうみたいな。そうだ。ああ、そして琉球え、17パン。だから5人に1人ぐらいは書けてるってことだよね。琉球土じゃなくて、なんだっけ、あ、王か。そうだよ。四角さん3点しか取れてない。あおでも平均点も7点だからね。はい、これ平均点 7.2 点だから3点だって。お前が言うなよ。やってみるよ、売れてたからな。じゃあマギ君、はいどうぞ。マギ君、3、2、1、ゴー。てて、なんか普通だよ、あれ算数82点、偏差値53、純2800、国語93点、偏差値56、10、2070。しょ理科67点、偏差値59。点で君が53点でどんどん一緒なんだ。そうだよ。10、2820、4科目合計295点。イエーイ。偏差値56。昔の基準で言ったらさ、56ってまあまあ安定してって感じだけど、でも最近の伸びからするともう一踏ん張り来たんじゃないかって思っちゃうね。まあ欲張りかもしれないけど。10、2100、2科目合成175点、偏差値55、10、2400。なんかここら辺で安定してきちゃったのかな。この
の小学4年生の1年間頑張った一応集大成みたいなテストなんだけど、もう55でずっとそのままなんだけど、ちょ55だよ。どんな塾のテスト落ちても。あ、55だよ。え、55回避する方法あるよ。あ、そういうことね。そう、何も考えない。意味ないでしょ。努力の結果がすぐに現れないこともあるからさ。もしかしていくら努力してもいくら努力しなくても平均15かもしれない。だったら努力した分だけ損した気になっちゃうね。じゃあしなきゃいいでしょ。それはないでしょ。そんなわけないでしょ。先生はないの。算数は資格6でなんか 40% のところ1問間違えて、40% で1問間違えてるってさ、資格6の話をする以前にさ、資格1の計算問題のさところを間違えてる方が重大なんじゃない？クソむずいとか。これクソむずい。あ、そうなの。そうだよ。分数の計算のやつ。でもクソむずいってもう正答率 40% だよ。え、本当に本当に本当にクソむずい。あ、そうなの。アルファ全員があってみたいな。君アルファじゃん。え、でも当てずっぽうであってたすごくない？そうそうそう。なんでそれ当てずっぽうって何それ。自然の野生の資格2のところもちょっとあれだね。うん、なんか資格2を、なんか正答率がさ、半分以上の問題とかはさ、抑えときたいっていう気はしないでもないけど。そうかね。資格3の括弧にはなんか円だと思ってたけど半円だった人が後で明らかになってやり直したやつで。ああ、よかったな。そうそうそう、だからちょっとしたとみたいな、結構そういうのね。キャレスミスってどうしても出てきちゃうからさ、できないよ。資格4も10番終わりだな。いや、でも資格4難しいじゃん。正答率全部低い問題だからさ、これはしゃあないわ。資格5はなんかめちゃくちゃ簡単な、なんでこれわかん、みんなわかんないのって思っちゃうよ、なんか。あ、でも得意不得意があるのかな。正答率低い問題 25% の問題できてるっていうのは大きいね。得意な分野と不得意な分野っていうのが分かれてくるかもね。国語、喜ぶが漢字が間違ってるの。まる、ナイス。本当だね、なんかこういう感じがあるのかと思っちゃった。これは書かなくても悪いなところだね。そうや。でも漢字がもう少しできててもよかったかもしれないね。なんか2パーの漢字があんだったら意味だもん。え2パー？何これ？パーってなんだよね。あ、パー面白そうな。あ、食詞。そうそう、食詞。これはね、これは難しいよ。というか、食詞？食詞はね、今ここに出て、画面のここに出てるよ。今ここに出てる。本当だ。そう。本当だ。マジですごい。マジですごい。大人でも使わない。え、マジそれやめ。そうなの？大人でも使わない感じだ。使わないよ。記号問題も取れてるしさ、記述式のところもしっかり部分点も抑えられてるじゃん。だけどやっぱり漢字を間違えまくったのっていうのはもったいないね。なんか平均点より下回ってるのか、漢字のところだね。いかん。やっぱドライアイスはってる。ロゼットも合ってるじゃん。ロゼットって。間違えてるよね。ああ、お父さんがたまにロゼッタって言っちゃう、だからそれはね、ロゼッタストーンっていうのがそのうち出てくるんだって。あ、そうだった。これ平均点がさ、54点の中での67点で、君たちもさ、59だから意味わかんない。だからこれ、取れた人は本当に取れてんだよ。社会、シリコアイランド。あ、筑後、筑後ほら、あー、筑後間違った。筑後はこの筑、そう、建築の筑って分かってるのに書いちゃってる。建築の仕組み習う前ならこれできてる。余計な感じに習わない方がいいってこと。そういうこと。これから先国語はひどい点数になりそうだ。あと琉球もできてないね。そりゃそうだよ、琉球難しいよマジで。あ、カニもあるよ。はいはい。でもラムサールはちゃんとできてるじゃん。ラムサール、え、なんでみんなできてないんだ。64%って。なんでラムサール君たちにできてるの。普通でしょ。分かる。お父さんは別にそんな普段ラムサールとか言わないからさ。で、前のマンスにも出てきて、たくさんの VD があるな。わー、まあ社会は普通だな。あれてかさ、クラスどうなる。え、ま、クラス、あ、多分同じ、D、同じ D、 D、 いや、C だと思うよ。偏差値53ぐらいでギリギリ D になるんだよ。ちょっと A って感じ。え、細かく C って偏差値50より下じゃないの。50超えてても C になる。あ、そうなの。え、だって、だって違うよ。え、だけど、あの偏差値50より下が B か A。 偏差値50よりさ、上とさ、偏差値50より下ってさ、人数がさ、均衡になるじゃん、A、B の2クラスと C より上の4クラスの人数が同じってこと。そういうことになるよね。いや、そういうことになるでしょ。いや、なだって50より下が AB でしょ、50より上がさ、
C 以上でしょ。なってない。 H はなってない。じゃあどういうこと、偏差値50より。多分ね、点で、クラスで決めるから、なんか点でクラスを決めるから、なんかそれと偏差値が違うってことで。あ、そうなの。え、じゃあ2人のクラスは、いや、一緒か。一緒は一緒じゃない。だって2人の成績ってほぼ変わんないとか言うの。今回さ、54とさ、56でしょ。あー、1クラス違うか同じかって感じか。っていうか、アルファから君が転落しすぎたんだね。そう、また電話がかかってくる。あ、また電話かかってくるんじゃん。アルファから下がると必ずかかってくるんだよ。うわー、まずいな。ごめんなさい、コブクソなんです。口が悪い。ごめんなさい、ここちょっと難しすぎて誰にも言いません。お前誰だ。あ、いいよ、じゃあ君のせいにしとこう。そう、ソンのルービックキューブチャレンジ、イエーイ。いくよ、よー、はーい、ドン、いけ、頑張れ、いくぞ、はい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 、1分56秒。イエーイ。え、でもお父さん遅くなった。違う、できると思わなくてね、指がちょっと遅れたの、1秒ぐらい。僕ぐちゃぐちゃにしてあげる。結構いけてるよ。僕だってできますよ。珍しい姿です。お父さん見てて、じゃあ